池田大作は、日本の宗教家、作家、宗教法人、総価学会の名誉会長、SGI 会長、山本真一、法王、悟空のペンネームで、作家活動もしている。随筆、小説、対岸集などのほか、仏法哲学の解説書、子供向けの童話なども執筆している。また、写真家、詩人としても活動している。国家指導者をはじめ、 教育者、文学者、科学者、芸術家、社会活動家などと会見を多数行い、発刊した対談集は5 2も上る。特に印象に残った人物として、集恩来を挙げている。名誉のごとく、言葉がわかりやすく、しかも深い。鋭さと温かさがある。と評している。また、海外の大学、学術機関で講演を多数行っている。 海外の大学、学術機関での講演回数国家勲章、大学からの名誉学位、国連や学術機関からの表彰など多くの検証を受けており、受賞の度に総価学会の機関誌、政教新聞の一面を飾ることが多い。海外では、モスクワ大学、グラスゴー大学、ボローニャ大学、フランス学士院、ナイロビ大学等より、名誉博士号、 名誉教授称号を授与されている。今では池田が高齢のため学長や一行が駆けつけ特例として日本で現地の形式に則っ,った授賞式が行われるようになった。池田は今まで自身が創設した創価大学からは1974年に名誉教授を1983年11月に名誉博士を授与されている。地方自治体からは 静岡県の富士の宮市の名誉市民となっているほか、第2代会長、戸田情勢の故郷の北海道の厚田村から栄誉村民賞を授与されている。2009年には大阪府高月市から国際文化交流貢献賞が贈られた。池田はオーストリアの政治学者、リハルトクーデンホーフカレルギーとの対談において、対談の中でノーベル平和賞について、 そのような栄誉は欲しくもありません。またくださると言っても受けることもありません。そのような人間が世界に一人くらいいてもいいでしょうと語っている。永年の貢献に対し1995年、マハトマガンディ民衆福祉財団、正式名称マダビ・マンディラム民衆福祉財団よりガンディ平和賞が贈られている。1988年、 国際理解のためのジーラマ・マチャンドラン賞を受賞。この他数々の賞、国連栄誉表彰、ラウレアナ、ロサレス教育、人道賞平和貢献、国連事務総長表彰を授与されている。2015年にはノーベル平和賞候補に上がっているとして CNV に報じられる。これまで重度訪中し、北京、西安、鄭州、上海、広州、広州などを訪れている。 また、毛沢東、周恩来、東昌平、江沢民、古錦東、恩家宝といった政府指導者をはじめとする中国各界の要人と会見するなど親密な関係にある。中国首脳人との会談1968年9月8日、日中国交正常化提言を発表。1974年5月30日中国の昌平により発報中。 李宣年副総理と会見。1974年12月5日二度目の訪中、東昌平副総理と会見。その直後、病気療養中の周恩来総理の強い意志により、周恩来と池田との会見が行われる。2007年4月12日オン下方首相と会談。2008年5月8日、胡錦濤国家主席と会談。 中国人学生との交流1984年、中華全国青年連合会と創価学会青年部との交流が始まる。池田自身が全青年の訪日団と会見。また、創価大学は1975年に日本で初めて中国から日本への正式な留学生を受け入れた。中国の大学との文化交流北京大学や中国社会科学院などで、 記念公演を行っている。また、創価大学との教員、学生の交換などが行われている。さらに、北京大学では、池田大作研究会等の研究機関が設立されている。中国との文化交流1967年に、北京芸術団が民主音楽協会で公演。東京富士美術館で、中国遁公展、北京、呼吸博物院名宝展を開催。 その他の政権韓国 SGI の機関紙、和光新聞が池田の日本と韓国、朝鮮に関する見解を数度にわたり掲載している。和光新聞のコラムに掲載された歴史会1957年4月に行われた参院大阪地方区の補欠選挙で池田が会員に個別訪問を指示したとして逮捕される。同容疑で逮捕された 京都の会員の供述による逮捕だったが、裁判では、供述が信用できないとして退けられ、無罪判決が下りた。自民党は1996年の衆議院予算委員会で、総価学会の選挙運動への関与を究明するという名目で、池田の承認喚問を要求した。1996年、北海道総価学会の幹部だった女性が、過去数回にわたり、 総科学会名誉会長池田対策から暴行されたとの告発手記を週刊新潮に発表した後、女性とその夫が池田を相手ドリソンが賠償請求の訴えを起こした。内容は全くのデマであり、訴訟も金銭目当てであるとされた。判決も訴剣の乱用による却下との判決が下る。政教新聞で池田は、 代々の会長を深刻化,化などしてはなりません。私などを絶対視してはならない。私自身、在合深き、過ち大きみであることをよく知っておりますと、総価学会会長はあくまで信仰上の指導者で、あって、自身を含む、歴代会長たちは深刻化,化されるべきではない、と明言している。一方で、総科学会と対立する団体や批判者から、総科学会員による三代会長、 牧口常三郎、戸田情勢、池田大作への個人崇拝があり、創価学会は日蓮仏法を信仰する仏教徒団体である以上に、実質的には池田教ではないかという批判もある。1983年10月31日、元創価学会幹部の山崎正智の裁判に、承認として出廷した際に、一部の同志が調子に乗って、 自分を美化したのではという胸を述べている。仏教学者の松野住高は、池田大作本物論は、日蓮本物論の当然の帰結であると述べている。池田は、過去に暗殺計画をかけられたことがある。1988年、弟弟子で,であった藤原幸正が池田を暗殺し、自分の息子を、創価学会の会長に据える計画を立てる。実際に、藤原は、 暴力団関係者と密会し、暗殺は実行寸前にまで至ったが、金銭トラブルから契約は頓んざし暗殺計画が発覚した。その後藤原は、池田大作の素顔という暴露本を出版し、池田に対抗した。1993年12月18日に、池田が創価大学での演奏会に出席するという情報を手に入れた、オウム心理教は、 かねてより物的と称していた池田大作をサリンでポアしようと暗殺計画を実行した。しかし、会館の警備を担当していた総科学会員に怪しまれ計画は頓挫。池田に被害はなく、総科学会員数名が負傷した。批判する立場になったまたは他元を開けた元幹部ほか、共同著書として多数の著書を出版している。ありがとうございます。